行くぞ。私の出番ね。お、うまそうな匂いがすんな。行くぞ。よし。私の出番ね。行くぞ。私の出番ね。行くぞ。
私の出番ね。ねえ、勝手にこんな上まで上がってきてよかったの？平気平気。行くぞ。私の出番ね。この場所は何？見たとこ、資材置き場だな。よし！私の出番ね。よっと。それ。行くぞ。私の出番ね。さっきの機械、勝手に動かしてよかったの？私の出番ね。
な場所におったわね。行くぞ。お、宝箱見っけ。私の出番ね。こっちにもなんかあんのかな。行くぞ。私の出番ね。それ。鳩のやつはどこだ？教えてくれ！誰がばあさんじゃ？ばあさんじゃった。あたしゃ忙しいんだ。後にしておくれ。そこをなんとか。なんと言われても今は無理だよ。ほんと、あの二人はどこでサボってるんかね。ちょっとあんたたちやめときな。忙しい時は何を言っても聞きゃしないよ。ね、発馬。誰が発馬じゃ。あ、わちじゃった。ああ、今は忙しい。忙しすぎるんじゃ。私、おばあさんに聞きたいことがあるんだけど、相手にしてもらえないのよ。どうしたらいい？そうは言われてもどうにもできないよ。せめてユカとニーナが来るまで待ちな。誰なの？そのユカとニーナって。ああ、この食堂の看板娘だよ。あの子たちが来れば、ハツさんも少しは手が空くだろうさ。それにしても遅いね。もうとっくに来てもいい時間なんだけどね。何かあったのかね。そうか、そいつは心配だな。どこかでレディーが困ってるなら、エスコートするのがこのプリンスの務め。任せろ、二人は俺が連れてくる。おい待て、どこに行く気だ、グルマユプリンス。闇雲に探しても迷うだけだ。てめえにだけは言われたくねえな、クソ剣士。
ちょっと、あんたたちいい加減にしなさい。はあ、面倒だけど、さっさと片付けるのが良さそうね。おや、あんたたちが探してきてくれるのかい。見かけによらずいい子たちだね。助かるよ。妹のゆかはメガネでショートヘア。人の少ない資材置き場あたりにいることが多いね。姉のニーナは赤髪のクセッケ。船が好きだから製造中の船でも見てると思うよ。ほらほら、これ以上忙しくなる前によろしく頼んだよ。行くぞ。よし。行くぞ。私の出番ね。よし。you
行くぞ。よし。
そういや、ナミさん、市長邸はどこにあるんだ？どこって、市長邸なら一番ドックの奥に。あれ？そう言われてみると、さっき中を見て回ったけど、どこにもなかったわよね。きっとこの世界の市長邸は別の場所にあるんだ。外に出て聞き込みをする必要がありそうね。適当に歩いてりゃ見つかるんじゃねえか。あんたね、はあ、なんとなく誰のせいで場所が変わったのか分かったような気がするわ。とにかくおっさんの家を探せばいいんだろ。そうね、探すしかないわね。よし、行くぞお前ら。もう行っちゃうのね。船が完成するところ見たかったな。どんな人なの？ガレーラカンパニーの社長でありながら、ウォーターセブンの市長もやってる人よ。この綺麗で大きな町のすごい人ってのは分かったわ。私の出番ね。
には必ずこういう場所が一つはあるのね。行くぞ。よし、あたしの出番ね。おい、あいつはまさか。わっ、こいつ青生地じゃねえか。あらら、ここに現れたか。ロングリングロングランドで会えると思ってたんだがね、予想は外れちまったみてえだな。こりゃいい女になったな、ニコロビ。ちょっと待ちなさい、カッカしなさんな。俺がここに来たのはニコロビンと麦わらのルフィ、お前を一目見るためだ。ねえ、やっぱりお前ら今しんどっか。なりゆきってやつか。お前たちの冒険はここまでだ。ルフィ、戦うぞ。政府はまだまだお前たちを軽視しているが、これだけ癖者が顔を揃えてくると後々面倒になるだろう。これまでにお前たちがやってきた所業の数々、その成長の速度、長く無法者を相手にしてきたが末恐ろしく思う。そして政府に及ぼす危険度が最も高いのはニコ・ロビンだ。もうこれ以上は見逃せねえ。ふざけんな、ロビンは絶対に渡さねえ。じゃあ俺を止めてみな。まあ無理だと思うがな。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカアイスブロック、アルチザン。めちゃめちゃ効いたぞ。俺は諦めが悪いんだ。待ってろ、ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。どれどれ、いただき。切りがいがありそうだ。そっちか。急騰流、足だ。
一部銀。ここは任せてもらおうか。肩をつけるとするか。刀のためにつける。俺がだ。おっとっと。ここは任せてもらおうか。なめんじゃねえ。っとっと。あんたらも運が悪いね。アイスブロックパルチザン。やってくれたわね。切り替えがありそうだ。まずは飯だ。これくらいで弱音吐いてちゃうわけねえな。体が動かねえ。効かねえな。嘘。こわって。ここは任せてもらおうか。まだやれる。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーチャージ。ウィングアーム。あらら、やるね。俺の能力をよく知ってるじゃない。もう覚えた。こっちは何度も食らってんだ。初対面の相手に何言ってんの。それとも夢の中なんかで先に会っちゃってたわけ。みんな、ロビンとナミを連れて行け。早く。こいつ、あの時より強え。わかった。ナミさんとロビンちゃんを避難させたらすぐに戻る。おう。逃がさねえよ。待て、仲間には手を出すな。この勝負、俺とお前でケリをつけよう。構わねえが、面倒なんて殺していくぞ。やれやれ、しんどいな。ここまで手こずるとは思わなかったぜ、麦わらのルフィ。一騎打ちを受けちまったからにはこの勝負俺の勝ちで、それまで。そういうことか。これ以上他の奴らに手を出せば野暮は俺だわな。なあ船長。
脈拍は正常だな。とりあえずロビンは大丈夫だ。ロビンちゃん、よかった。ナミさんも無事だ。でもロビンの体は冷え切ってる。早くメリーに戻って温めないと。よし、そっちは頼むぞ、チョッパー。俺たちはルフィを助けに戻る。わかった、こっちは任せてくれ。ルフィはここだ。全身が完全に凍っちまってる。まずいな、早く溶かさねえと。急いでメリー号に運ぶぞ。チョッパーたちと合流だ。分かってる。確か水で溶かして、それからお湯だ。メリー号に戻れば湯も水もあるな。みんなもロビンちゃんを連れてメリー号に戻ってるはずだ。